アシスト整骨院のカララ塾担当の川口です。今日は足首の捻挫をした時の正しい対処の仕方をお伝えさせてもらいます。スポーツで多い怪我として挙げられるのがこの足首の捻挫です。サッカーやバレー、バスケ、さまざまなスポーツで足首を捻挫する、された経験はある方が多いかと思います。で、足首をきちんと、たかが捻挫やって言ってきちんと対処をしないと痛みが長引いてしまったり、何度も足首の捻挫を繰り返してしまう可能性が高まってしまいますんで、最初の対処が肝心になります。今日はその最初の対処法をお伝えさせてもらおうと思います。大事なことは3点です。まず1つ目は安静にすること。痛めてしまったのならできればもう練習もそこでストップ、試合の途中であってもできれば出るように、試合から出るようにして安静にしていきましょう。2つ目は、安静アイシングですね。しっかりと冷やすということです。3つ目に関しては専門の整形外科であったり整骨院に早めに行ってください。これが遅れてしまうとどうしても治りが遅くなったりしやすいです。特にまず安静のやる方法としましては、こういうテーピングですね、テーピングを使って足首を固定するような形を行うのがまず応急処置としてはベストです。それ以降は頑丈なサポーターやったりいろいろあるんですけど、まず痛めた現場ではテーピングを固定して足首をできるだけ動かない状態に止めておいてください。注意点としてはぐるぐる巻きにしすぎて足がしびれてくるようであれば、それは血流障害が起きている証拠なので一度切ってください。そうでなければできるだけ固定をするようにしておいてください。2つ目、アイシングに関してはこういう袋に氷と水を入れて痛いところに20分間冷やします。で、外してまた冷やすというのを繰り返していきます。だいたい20分冷やして40分離して、20分冷やして40分離してを繰り返すと、効果的です。で、3つ目、専門の先生に見てもらうということですけども、まず、捻挫した時にあるのが、大きく捻挫した場合は骨折なども伴っている場の、可能性があるので、その場合は整形外科さんで一度レントゲンを取ってもらってください。で、整骨院でも捻挫の治療っていうのは可能でありますんで、しっかりと整形外科さんや整骨院で早めに見てもらってください。早めにやればやるほど早く良くなっていきます。で、その後ですね、痛みがだいたい程度にはよるんですけども、2週間から3週間で痛みが引いてきた後、固定などして足首の支える力は弱くなってます。だからその弱くなった支える力をしっかりと強くしていくようなトレーニングを重ねることによって捻挫の予防につながっていきますんで、そこまでやっていくと効果的です。だからおさらいしていくと、まず捻挫した時3つですね、安静にする、テーピングなどを使って安静にする、アイシング、袋に氷を入れてアイシングをしてアイシングをする。で、3つ目、専門の先生に見てもらうっていう、この3つをまずやって、でその後には予防のための運動、足首を痛めないための運動をやっていくことによって痛みが長引いたり繰り返し足首を痛めることっていうのはちゃんとなくなっていきますんで、ぜひやっていきましょう。では。